私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。年の瀬2022年の週間シングル1位を振り返り、時の過ぎるのは早いもので、2022年もあと半月で終了。そこで、今回は2022年の日本の音楽シーンを週間1位になったシングルから振り返ってみましょう。ストリーミングダウンロードといった配信サービス、CD やレコードなどのフィジカルプロダクツと、リスナーの嗜好やシチュエーションなどに応じて様々な音楽の聴き方がなされている現在は、CD 全盛期のように、特定のランキングが示すものには、かつての意味を持ち得ないのではないかと評されることもあります。確かに、そのような側面は拭えないところではありますが、2022年の音楽シーンを端的にたどる際の一つの指標データとして見ていくことはできるでしょう。ここではオリコンの週間シングルランキングを用いて、1月第1週から12月第1週までの計49週の週間シングル1位下記参照から2022年の傾向を見ていきます。国民的な大ヒット曲が生まれにくい時代を表しているかのように、2週以上連続1位となったシングルは0。連続ではありませんが、King & Prince への月読み、彩りだけが2度週間1位を記録するにとどまっています。King & Prince 派、ラビンや踊るように人生を、トラサとレイスと合わせて4度週間1位に輝いています。近年久しく、ジャニーズ系、AKB48 グループ、坂道系含む、の2大勢力が年間ランキングにおいても大きく占めていますが、2022年もその傾向は変わらず、計49週のうち、ジャニーズ系が21週、AKB48 グループが13週で1位を獲得。それに K-POP 系、オーディション番組出身ほか韓国の事務所などの参画影響下にある日本のグループ含む、が続きます。この3系統に属さずに週間1位となったのは、エイマー、残響散歌、朝が来る、氷川きよし、群青の弦、写真、イコールでない ME、チョコレートメランコリー、アンジュルム、会いましょう、派手にやっちゃいな。愛すべきべきヒューマンライフ、椿ファクトリー、アドレナリンダメ、弱さじゃないよ、恋は、アイドル転職温度、MLK、奇跡が空に恋を響かせた、ラブ、ビーセルフシュ、余熱原始、キックバックの8組。グループが多い中、エイマー、氷川きよし、余熱原始はソロとして記録を刻んでいます。ちなみに、週間1位を記録するも、日本のアーティストで年末恒例の紅白歌合戦出場に至らなかったのは、ジャニーズ WEST、Hey! Say! ジャンプ、ニュース、AKB48、SKE48、NMB48、HKG48、桜坂46、ヒコル D9ME、ラブ、アンジュルム、椿ファクトリー、MLK、余熱原始となります。来年のさらなる活躍に期待したいところです。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント。2022年の第2週目はキスマイフと2が取れば Hey! Say! ジャンプに続く30作連続初登場1位を獲得できる。この1位の一覧を上から見ていって一般人がサビでもいいから口ずさめる曲って何曲あるんだろうな。ほとんどが死活万歳ばっかりだろ、ショー。アドーエの新時代も、ヒゲダンのミックスナッツも、セカオワのハビットも、オリコンでは1位になってないんですね。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。